はい、皆さん、おはようございます。こちらが先日ご紹介した憲法なしの趣旨になります。今ですね、届いた状態のまま、何日か経過した状態です。で、このまま置いていくとね、だんだん発芽率が下がってきてしまいますので、今年巻くのも来年巻くのも全部ね、まとめて、湿らせたキッチンペーパーの方にくるんで一時保管したいと思います。はい、今、エキュームの管理関数の種まきが終わったんですけれども、もう一点ね、こちら以前の動画でご紹介した憲法なしの種です。今年採取されたものなのでフレッシュな状態だったんですけれども、一応ね、果樹なんで、種が乾燥すると発芽率が非常に下がりますので、湿った状態で保管して、おことにしています。で、今現在はですね、湿った、キッチンペーパーでくるんだ上にね、小さめのジップロックに入れて、保管しております。で、室内のね、暖かいところに置いていますので、まあ、あわよくば芽が出ればいいなということと、芽が出なくてもね、一応、種をね、いい状態で春まで保管するという、目的でやっています。で、30プラスね、10粒ぐらいあったので、まあ、さっきのね、管理関数と同じく30粒ぐらいを、巻いて、残りの10粒は、一応予備として来年の春用に取っておく。あるいはもうちょっと、来年の春用を多くしてもいいかもしれないですが、まあ、リスクヘッジとして2つに分けたいと思います。とりあえずね、今晩はね、まだ水に浸している状態になりますので、種まき動画は別にアップします。はい。というわけでね、憲法なしの種子、水を吸った状態はこんな感じになります。一応、今日の報告でした。では皆さんおやすみなさい。